はい、NHK をめくます、平成30年の7月30日13時57分であります。先ほどまでですね、今日まあ予定してた通り、予告してた通りですね、私の家から本都市がここからね、実は見えます。見える新小岩パークホテルに NHK の長田という職員が1時に13時に来る予定だったんですが、NHK は僕のこの YouTube を見てるということで、朝の10時45分にホテルに電話がありまして、もう訪問しないと。で、訪問しない理由については、このタイトルが NHK から裁判されそうになったホテルが NHK 職員を完全論破という動画で、どのような経緯なのかっていうのは説明をしておりますので、別の動画をご覧いただきたいんですが、特別対策センターです。私、新小岩パークホテル藤田様いらっしゃいますでしょうか。私です。あ、はい、待っているんですけども。はい、いらっしゃらない。何をおっしゃってるのか。受信契約のお手続きをしていただけるんですねという確認を申し上げましたが、その時は黙ってらっしゃいましたですね。あ、でも気が変わりましたんで、どうぞお越しください。気が変わったということですか。なぜ気が変わられたのでしょうか。いや、お越しくださいよ。受信契約と事業所割引のお手続きをされるということでしょうか。しますします。されるということですね。ただね、BS アンテナ外したってことはご存知かと思うんですけど、はい、じゃあ改めて言いますけど、 BS アンテナは外しましたんで。はい、それどういう風にされます。BS アンテナを外されたということであれば、それはいつ外されたんでしょうか。27ですね。7月の27に外したということですね。はい、もしもし。でどうされます。はい、はい、でそれ以外のところにつきましては、では今日これからお邪魔をさせていただければ、はい、受信契約はしていただき、事業所割引の申し込みもされるということでしょうか。そこはわからない。そこはわからないということでありましたら、お邪魔することはありません。でも1ヶ月分はいいですよ、払っても。1ヶ月分はいいですよと言われても、そこはきちんと、それは受信契約、1ヶ月分の受信契約をしていただいていいんですけど、1ヶ月分の、1ヶ月分の受信契約をしていいですよ。1ヶ月分の受信契約をするということではありません。内容証明は衛星契約ですよね。そうですね。だから BS アンテナ外しましたんで、衛星契約は1ヶ月分っていうことだと思うんですけど。はい、話し合いましょうよ。10時40分の時のお電話で申し上げました通り、第三者の方がいらっしゃる可能性があり、録画をする可能性があるということを、第三者いませんから。そのことを指定されませんでしたよね。第三者はいませんから来てください。そのことを午前中の電話では否定されませんでした。契約されるんですかというふうにお伺いした時も沈黙をされたまま、この電話は録音して、わかりました。じゃあ行きます。そういうことであれば、我々は対応しかねますので、いや、契約しないとは言ってないじゃないですか。もしもし。はい、契約しないとは言ってないじゃないですか。契約をされるということですかね。1ヶ月もね、1ヶ月はしますよ。1ヶ月はしますとかということでは、すいません、申し訳ありませんけれども、対応できかねます。意味がわからないんですけど。それも対応できかねるということなので、意味がわからないと思います。でもね、NHK さんは内容証明によって、裁判をしようって言うんですよね。はい、裁判をしようって言うんですよね。きちんと受信料のお手続きお支払いをお願いしますということを申し上げています。いや、裁判をしようって言うから内容証明を送ってくるんですよね。それはもう何とも言えません。ただ、何とも言えない。場所全数の受信契約を、手続きが必要ですということを申し上げています。え？
テレビ設置場所全数の受信契約手続きが必要ですという、ごめんなさいね、対応もう一回聞くけどさ、もう一回聞きますよ、対応できかねるっていう意味が全然日本語でわからないんですよ。はい、どうされるのかを聞きたい。はい、今日午前中に確認をさせていただきましたが、うん、あなた方だってさ、今日さ、はい、契約しないと事業所割引しないって言ってるんでしょ。7月中にお手続きをいただければ、うん、事業所割引は7月分からは、だから今日しますから、1ヶ月今日契約をして事業所割引も申し込みになられるということで、 DS を1ヶ月契約しますんで、では一旦ちょっと電話を切らせていただきますんで、本人にお電話をしますからお待ちいただいていいですか。うん、待ってます。はい、お願いします。まあ逃げすぎよね NHK は。これね、内容証明郵便を送ってきてるわけですね。まあこれはもう法律詳しい人はよくわかると思うんですが、内容証明郵便というものは、これコピーで申し訳ないんですけどね、この宮本長生というね、まあ偉なったもんですよね、宮本君もね、彼がね新宿営業センターとかでね、ちょっと女の子に悪いことしてるような時に知ってる噂に聞いたことあるんですけど、この宮本君ね、昔 NHK の新宿にいた営業センターでももう偉そうにセンター長になってるんですが、この宮本センター長がですね、ご通知ね、要はこのようにですね、まつびホテルのね、本件ホテルに客室に設置されている受信設備について、かねてより当協会の担当者より、受信契約の締結のお願いを申し上げてまいりましたが、同担当者からもご説明申し上げたと存じますが、受信契約は NHK の放送を受信することができる設備を設置したものが、 NHK とその放送の受信についての契約をしなければならない云々かんぬん書いていてですね、最終的にこの、ね、新興屋パークホテルの方にですね、このように内容証明文を送ってきたということ で今日来るって言ってたのに、来ると言ってた長田という職員ではなくて水田と名乗る職員が電話をしてきたん で一時来なかったので、こちらは再度ですね、NHK に電話をしました。それが先ほど別の動画でアップしております。先ほどアップした動画です。ちなみにね、ここから見えるんですよね。このように僕の事務所の部屋からですね、これ、パークホテル、なんかもうすごいですね、これよく見るとパークホテルってなってますよね、緑で、これパークホテルさんですよね。でこの上に実はこのようにパラボラアンテナが上がっているんですが、これは、CS 放送用のなんかジョナサンですね、下に、テナントがありまして、1階がファミリーレストランのジョナサンで、ジョナサン用の CS と BS がこの横にあるそうです。でちょっと分かりづらいんですが、この横に見えてるこのパラボラアンテナ、画面でいうとパラボラアンテナから横にですね、こうずれるとなんか鉄棒状になった鉄の枠と、その横に太いちょっと鉄棒状の左側の細くないな、ちょっと太めのこの棒ですよね、ここマックスここまでしかできないんですけど、ここに、パラボラアンテナを設置したそうです。でこれを本年というか今月ですね、27日に、もう撤去したということで、もう衛星放送 NHK の衛星放送は少なくとも見れないということになっております。でまあね、 NHK にその衛星放送が映らないことを確認に来てもらって、総支配人さんは、まあ、今月分の1ヶ月分は契約して払うと言ってるんですが、 NHK はなんと逃げてるんですね、来ないっちゅうんですよ。でね、彼らはね、お金払うと言っても来ないんですよ。僕とかうちのね大橋議員もそうですけど、契約するって言っても逃げるんですよね。でもね、なんて言うんだろう、そういうね1ヶ月分だけですぐ終わるみたいな動画をアップされるのが嫌なんでしょうね。NHK としたら、その過去の分はいらないんですよ。そのホテルの営業の方というか経営者は NHK に過去の分を設置せ言われるのが嫌なんですよね。これが現在だとすると、例えば10年前からテレビを置いてるところからすると、10年分の受信料となるとですね、仮にこれ200室あるとかける1室2200円なんですよ。まあ仮に2000円とすると、
2ヶ月、NHK の受信料って1ヶ月2000円なんですよね、とするとですね2280円なんですね、正確に言うとね2280円です。とするとこれ40万円ぐらいなんですよね。こうでしょ、ゼロが3つついて、まあざっくり6打ち上がって5の4ですよね。45万6000円です。でこれがかける12ヶ月1年になるとですね、どうなるんだこれ、450万円と90万円ですから、500万ぐらいなのかな。受信料って半端なく高いね。これそう高いと思いません？450万円と2ですから90万円ですから540万円ぐらいなんですよ。でね、これ10年分取られたら5000万円ですよ。こんなのホテル潰れるじゃないですか。これどんなホテルもこれ潰れませんかね、5400万円ってなったら。